上野大輝は、東京都足立区出身の元プロ野球選手。宇藤右打。元プロ野球選手の上野高久は実刑。提供校では1年夏に、甲子園出場するが、当番なし。東洋大学に進学。3年秋までは一生止まりだったが、2008年の、第57回、全日本大学野球選手権大会にて、最高主君選手に選ばれる。 4年秋は MVP 最優秀投手の活躍で明治神宮野球大会にも優勝して4冠に貢献。東都大学リーグ通算8勝3敗。2008年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから3位指名され12月19日に契約した。2009年には7月3日の対オリックスバファローズ戦に中継ぎ投手として一軍デビュー。 8月21日の対埼玉西武ライオンズ戦で初勝利を挙げるなど一軍公式戦16試合の登板で1勝1敗防御率3.94という成績を残した2010年には一軍公式戦7試合に登板したが1勝も挙げられなかった2011年には7月9日に救援でシーズン初の一軍戦登板 同月17日の福岡ソフトバンクホークス戦で一軍初の先発マウンドに立つと、被安打6、無四級という内容で完封勝利を記録した。その後は先発ローテーションの一角を担いながら13試合に登板。4勝7敗、防御率3.55という内容でシーズンを終えた。2013年にはこの年から一軍監督に就任した。 伊藤つとむの方針で中継ぎに再転向。開幕直後の4月6日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、一軍公式戦42試合の登板で、防御率3.06を記録した。2014年には、6月17日の対横浜 DNA ベイスターズ戦8回裏西万塁からの、登板で勝利を挙げるなど、前年に続いて、中継ぎで起用。 一軍公式戦には31試合の登板で2勝を挙げたが、プロ入り後自己最多の12本塁打を浴びた。2015年には一軍公式戦2試合に登板、通算2イニングで1勝を挙げたが、10月3日に球団から戦力外通告を受けた。11月10日にはシートバッティング形式の12球団合同トライアウトに参加するも、 知らね直樹から三塁打を浴びるなど、対戦した、打者三人全員にアンダを許し、同月29日に、現役引退を表明した。2015年12月10日に、マリーンズベースボールアカデミーのテクニカルコーチへ、就任することが、ロッテ球団から発表された。2018年1月からは、スタジアム部へ移動。ホスピタリティグループをもてなし担当として活動している。 2011年、ロッテ浦和球場にて、平均球速約時速 136km、最速時速 148km のストレートと、スライダーを中心に、フォーク、カーブ、稀に、シュートを織り混ぜる本格ハミギュで、東洋大正4年の2008年から使い始めた、黄色のグラブがトレードマーク。大学時代時は、チーム内でも地味な存在だったが、 最上学年になる際にもっと自分を出そうと決心して形にしたものでヒーローの刺繍も名前の文字りとヒーローになるんだという意志も表している新しいグラブが届くと2時間以上をかけて油で磨き1ヶ月は使わないそうすることで長持ちし色落ちもしにくいという努力家で2014年までのチームメイトだったナルセよシヒサが舌を巻くほど練習へ熱心に 取り組んでいた。ありがとうございます。